DC Extended Universe は DC コミックス原作のスーパーヒーロー映画を中心とするアメリカ合衆国のメディアフランチャイズ及びシェアードユニバース。DC フィルムズ製作誌、ワーナーブラザースピクチャーズが配給している。DOS にはコミックブック、短編映画、小説、ビデオゲームなども含まれている。DOS は原作の DC ユニバースと同様に共通のプロット、設定、 キャスト、キャラクターをクロスオーバーさせている。DC Extended Universe という故障は、エンターテインメントウィークリー誌のウェブサイトで2015年7月1日に掲載された記事を書出としており、本来は非公式なものであったが、2020年5月27日には、ワーナーメディアの動画配信サービスである HBO Max でも用いられるようになった。このが広まる以前には、 マーベルシネマティックユニバースに習って、DC シネマティックユニバースという故障が用いられていた。また、日本で発行された映画のパンフレットなど一部では、DC フィルムズユニバースという故障も用いられている。ドスは、世界興業収入が56億ドルを超え、歴代の映画フランチャイズの中で11番目に高い、興業収入を記録している。最高の興業収入を記録した、映画。 アクアマンは全世界で11億5000万ドル以上の工業収入を記録し、これまでの DC コミック原作映画の中で最高の工業収入を記録した。ドスは全般的に様々な批評を受けている。本来はシェアードユニバースとしては構想されておらず、DC コミックス最大のスーパーヒーローチームであるジャスティスリーグの実写映画化シリーズとしてマン・オブ・スティール、 バットマン vs スーパーマン・ジャスティスの誕生、ジャスティスリーグパート1、ジャスティスリーグパート2、ジャスティスリーグ完結編の稽古作が構想されていた。以上の構想に、スーサイド・スクワットなどのスピンオフ作品を加えることで、DC エクステンデッド・ユニバースの形となった。フランチャイズ全体では3作目にあたる。 スーサイドスクワットまで厳しい評価を下される傾向にあった DC エクステンデッドユニバースだが他の作品とのつながりを弱めた4作目のワンダーウーマンがそれまでと一変して高い評価を得たことで DC コミックス社は2017年9月以後の DC エクステンデッドユニバースでは作品と作品をつなげることは重視せず作品単体のクオリティを重視する方針転換を明らかにした 結果、その2ヶ月後に、バットマン VS スーパーマンジャスティスの誕生の続編として公開したジャスティスリーグは過去最低の興行収入を記録したものの、2018年12月に公開したアクアマンは過去最高の興行収入を記録した。また、DC エクステンデッドユニバースに含まれない DC コミックス原作映画ジョーカーも制作され、 2019年10月に公開した後、高い評価を得るに至った。もともと2019年6月24日に公開を予定していたジャスティスリーグのさらなる続編は2016年にブルース・ウェイン、バットマン役のベン・アフレックが主演、監督、脚本を務めるザ・バットマンの制作に合わせて制作が延期となった後、そのまま制作が未定の状態となっている。なお、 ベン・アフレックは2017年にザバットマンのプロジェクトから降り、2019年2月にはブルース・ウェイン、バットマン役からも降りたことを明かした。ザバットマンの監督、脚本はマット・リーブスに引き継がれ、新たなブルース・ウェイン、バットマン役としてロバート・パティンソンが選ばれた。2020年1月、ワーナー・ブラザースは様々な DC コミックス作品が マルチバースの物語として関わるアローバースのクライシス・オ・インフィニット・アースにエズラ・ミラー演じる DC ・エクステンデッド・ユニバース版のバリー・アレン・フラッシュを登場させた。このアローバースとのクロスオーバーはエズラ・ミラー主演の映画ザ・フラッシュの制作過程で発案されたもので DC ・エクステンデッド・ユニバースをアローバースから発展したマルチバースに組み込む契機となった。 DC フィルムズのウォルター・ハマダはこのことについて、以前からあったテレビと映画の分断を踏まえた上で、より多くのクロスオーバーをするための扉を開くものと説明し、マルチバースの考えを受け入れ、テレビにも映画にもフラッシュがいるという事実を認める。どちらかを選ぶ必要はなく、どちらもマルチバース内に存在している。今後は、このようなことが増えると思うと述べた。2020年8月、 映画ザ・フラッシュには複数のバットマンが登場することが明らかとなった。このバットマンたちを演じるのは一度は役を降りたベン・アフレックと1989年公開のバットマンでバットマン役だったマイケル・キートンである。ザ・フラッシュは映画におけるマルチバース展開の起点となりホワキン・フェニックスのジョーカーやロバート・パティンソンのザ・バットマン。 ザ・バットマン・マイナスは異なる世界の物語と設定される。ザック・スナイダー、マン・オブ・スティール、バットマン vs スーパーマン・ジャスティスの誕生の監督、ジャスティスリーグの共同脚本、監督。数年前にクリプトン星から幼児として地球にやってきたカルエル・クラーク・ケントは、なぜ自分が地球に送られたのかと悩む。養父母であるジョナサン・ケントとマーサ・ケントに育てられた。 クラークは、スーパーマンという人格を手に入れ、自分の能力が平和を維持するためのものなのか、それとも、世界を征服するためのものなのかを学んでいく。ダークナイトライジングのストーリーについて話し合っている。時に、デビッド S ・ゴイヤーは、クリストファー・ノーランに、現代的な文脈でスーパーマンを表現する方法についてのアイデアを伝えた。ゴイヤーのコンセプトに感銘を受けたノーランは、 スタジオにこのアイデアを売り込み、ノーランは、ダークナイトの経済的、批評的な成功に基づいて、ノーランを制作に、ゴイヤーを脚本に採用した。2010年10月、ザックスナイダーがこの映画の監督として採用された。2011年1月、クラーク・ケント、スーパーマン役に、ヘンリー・カビルが起用された。他には、ロイス・スルイン役に、エイミー・アダムス。 ビランのゾッド将軍役に、マイケル・シャノン、マーサ・ケント役に、ダイアン・レイン、ジョナサン・ケント役に、ケビン・コスナー、ジョー・エル役にラッセル・クロウ、ペリー・ホワイト役にローレンス・フィッシュバーンが起用された。2011年8月1日に、主な撮影が開始され、2013年6月14日に、北米で、8月30日に、日本で公開された。 ゴッサムシティを拠点とする時系団のバットマンは、スーパーマンを野ばなしにしておくとどうなるかを危惧し、スーパーマンに先制攻撃を仕掛けるために、メトロポリスに向かうが、その一方で人類を脅かす別の脅威が発生する。2013年6月、ワーナーブラザースが急ピッチで進めている、マン・オブ・スティールの続編に、スナイダーとゴイヤーが復帰することが報じられ、ノーランは、 制作葬式として、顧問的な立場で関わっていた。7月に開催されたサンディエゴコミコンで、ワーナーブラザースは、マン・オブ・スティールの続編であり、バットマン映画シリーズのリブートとなる本作で、スーパーマンとバットマンが映画を舞台に、初めて交流することを発表した。スナイダー監督によると、本作は、コミック、ダークナイト・リターンズからインスピレーションを得ている。カビル アダムス、レイン、フィッシュバーンが再出演した。8月には、ベン・アフレックが、ブルース・ウェイン、バットマン役に起用された。12月には、ガルガドットが、ダイアナ・プリンス、ワンダー・ウーマン役に起用され、実写の劇場映画に初登場した。同月末には、ゴイヤーの脚本を書き直すために、クリス・テリオが採用さした。2014年1月、本作は、 ストーリーの複雑な映像的性質を考慮して自分たちのビジョンを完全に実現するための時間を確保するために2015年7月17日の公開予定を2016年5月6日に延期した。同月末にはジェシー・アイゼンバーグとジェレミー・アイアンズがそれぞれレックス・ルーサーとアルフレッド・ペニー・ワース役でキャストに加わった。2014年5月には本作のタイトルが バットマン V スーパーマン、ドーンオブジャスティスであることが明らかになった。最初の撮影は2013年10月19日にイーストロサンゼルスカレッジで行われ、その後2014年5月21日にデトロイトで本格的なプリンシパルフォトグラフィーが開始された。また、イリノイ州、ニューメキシコ州、アフリカ、南太平洋でも制作が行われた。 さらに年をまたいだ2016年3月25日に北米、日本で公開された。スーパーマンの死後、秘密の政府機関は、収監されているスーパーヴィランたちを求人し、危険なブラックオプスミッションを実行させ、強力な脅威から世界を救うために、恩赦と引き換えにする。ドスの開発に先立つ2009年2月、ワーナーブラザースは、 スーサイドスクワット映画の開発を進めており、ダンリンが制作、ジャスティン・マークスが脚本を担当していた。2014年10月、スーサイドスクワットがワーナーブラザースから発表された。監督にはデビッド・エアーが決定した。12月にはエアーが脚本を担当することが明らかになった。メインキャストにはデッドショット役のウィル・スミス。 ハーレークイーン役のマーゴット・ロビー、ジョーカー役のジャレット・レト、キャプテン・ブーメラン役のジェイ・コートニー、エル・ディアブロ役のジェイ・ヘルナンデス、キラーク・ロック役のアドウェイル・アキノ・ヤグバエ、刀役の福原・カレン、エンチャントレス役のカーラ・デル・ビーニュ、アマンダ・オーラー役のビオラ・デイビスらが名を連ねた。2015年4月13日に撮影が開始され、トロント周辺で撮影が行われた。 撮影は2015年8月28日に終了した。スーサイドスクワットはよりシリアスなバットマン VS スーパーマンが工業的にも批評的にも失敗したことを受けて本作の予告編に似たより軽快でコメディ的な要素を与えるために再撮影が行われた。2016年8月5日に北米で9月10日に日本で公開された。 セミシシラのダイアナはアマゾネスの戦士であり、また神、ゼウスの反女神の娘でもある。彼女は第一次世界大戦中に人類を助けるためにその才能と能力を発揮する。2013年12月、ガルガドットがダイアナ・プリンス、ワンダー・ウーマン役に起用され、単独作品を含む3本の映画契約を結んだ。2014年10月、ワンダー・ウーマンが ワーナーブラザースから発表された。11月にはジェイソン・フュークスの脚本からミシェル・マクラーレンが監督を務めることが決定した。2015年4月、マクラーレンは創造性の違いからプロジェクトを離脱した。同月末にはパティ・ジェンキンスが新監督として発表された。7月にはスティーブ・トレバー役にクリス・パインがキャスティングされた。 その他に、ヒッポリタ女王役のコニー・ニールセン、アンティオペ将軍役のロビン・ライト、エイリ・ヒルーデンドルフ役のダニー・ヒューストン、ドクター・ポイズン役のエレナ・アナヤが起用された。撮影は2015年11月に開始され、イギリス、フランス、イタリアで撮影された。2017年6月2日に、北米で8月25日に日本で公開された。 スーパーマンがドゥームズデーに殺されたことに突き動かされたバットマンとワンダーウーマンは地球上に散らばる三つのマザーボックスを求めているスティッペンウルフの脅威を阻止するため超人チームを結成する2013年6月マン・オブ・スティールで結んだ三作品の契約の一環としてゴイヤーがジャスティスリーグを執筆することが報じられた2014年4月 スナイラーが監督として復帰することが発表された。10月にジャスティスリーグパート1として発表された。2016年3月、クリス・テリオンが脚本を書いていることが確認され、彼は本作がバットマン vs スーパーマンほどトーン的に暗くならないだろうと語った。6月、ジェフ・ジョーンズはタイトルを単にジャスティスリーグに変更したことを発表した。アフレック。 カビル、ガドット、モモア、ミラー、フィッシャー、アイアンズ、レーン、アダムス、アイゼンバーグ、ニールセン、ライト、モートンは、前作から、それぞれの役を再演した。キアラン・ハインズがステッペン・ウルフの声と、パフォーマンスキャプチャーを提供している。2016年4月11日から、イギリスのワーナー・ブラザース・スタジオをはじめ、ロンドン周辺やアイスランドのロケーションで撮影が、 行われた。撮影は2016年10月に終了した。2017年5月、スナイダーは娘の死を理由に本作の職務から退き、ジョス・ウェドンがポストプロダクションの職に就き、追加のシーンは彼が脚本と監督を担当した。ウェドンはポストプロダクションの監督としての役割を正式にはクレジットされていないものの、 本作の脚本家としてクレジットされるだけの追加作業を終えた。2017年11月17日に全世界で23日に日本で公開された。アトランティス人とのハーフである東大主補佐のアーサー・カリーは水面下の7つの王国を統合して地上の世界に対抗しようとするイボアニのオウム王に対抗して水面下の王国アトランティスを導くために出発する。 2014年6月、ジェイソン・モモアが、アーサー・カレー、アクアマン役にキャスティングされた。8月までに、ウィル・ビール・とカート・ジョン・スタッドが、このキャラクターの単独映画のために競合する脚本を執筆していた。アクアマンは10月に発表された。2015年6月、ジェームズ・ワンが監督として採用されるとともに、ジョン・スタッドによる脚本を監督することとなった。 2015年11月、デビッドレスリー・ジョンソンが新しい脚本を書くために雇われた。2016年7月、ワンとジェフ・ジョーンズによるストーリー処理に基づいて、ビールが脚本を書くために戻ってきた。ジョンソンは、ワンと制作のピーター・サ・フランと共に、ビールの脚本の書き直しに取り組んだ。2016年12月、パトリック・ウィルソンが、 アクアマンのイボアニで本作の主な仇役である、オーム、オーシャンマスター役にキャスティングされた。2017年1月、ヤヤアブドゥルマティン・二セイが、ヴィランのブラック・マンタ役にキャスティングされた。ハードは、ジャスティス・リーグのメーラ役を再演したほか、ヌイディス・ブルコ役のウィレム・デ・ォー、アクアマンの父・トム・カレー役のテム・エラ、モリソン、アクアマンの母・アトランナ女王役のニコール・キットマン、 メレウス王役のドルフ・ラングレンがキャスティングされた。主な撮影は2017年5月2日にオーストラリアのクイーンズランド州で開始され、2017年10月21日に終了した。2018年12月21日に北米で公開され、2019年2月8日に日本で公開された。2017年11月に公開したジャスティスリーグは 制作の難航や監督の変更などによって本来の監督であるザック・スナイダーが構想したものとは大きく異なる内容だった。この事実はファンダムに本来の構想通りのジャスティスリーグ通称スナイダーカットの制作を求める署名運動を巻き起こした。そして2020年に正式にスナイダーカットの制作が決定し2021年3月18日に ジャスティスリーグ、ザックスナイダーカットとして、日本と中国を除く、世界各国で配信された。2020年9月、HBO Max 配信作品として、ザスーサイドスクワット、曲悪党、集結の登場人物である、ピースメーカーのスピンオフ作品、ピースメーカーが、全8話で制作されることが報じられた。同作のエグゼクティブプロデューサーを務めるジェームズガンは、同作以外にも、 ザスーサイドスクワットのスピンオフ作品を制作することに前向きであるという。バッドロボットプロダクションズよってスーパーヒーローチームジャスティスリーグダークを原案としたシリーズや新たなスーパーマンを主役とする長編映画などが予定されている。全体の累計興行収入は54億8000万ドル以上で映画シリーズで11番目に高い。興行収入が最も高い。 アクアマンは世界で11億5000万ドル以上を記録した。ありがとうございます。